はい、黒田アーサーさん還暦カップ優勝決定戦でございます。さあ、というわけで練習が終わりました。いよいよ決勝戦スタートです。決勝戦スタートです。ちょうどですね、私のカメラで小林哲也プロと小林よしみプロ、なんかね、みんな仲いいんで映っていました。みんな応援したいんですけど、で隣ではですね、渡辺さんじゃないや、縄明プロと本間ゆかりプロと、この4人の中から優勝者が決まります。男性唯一残った小林哲也プロです。ストライクスタートは誰もいないですね。優勝へのプレッシャーなのか。ナイスカバー、鉄矢プロカバー、生プロもカバー、はい、吉見プロもカバーです。女子プロはハンデ15ピンあるので、哲也プロ頑張らないと大変です。はい、本間プロもカバーということで、みんなスペアスタートですね。はい。綺麗なスイング。どうでしょう。はい、マイクです。はい、そしてナワプロ。あら、割れちゃった。ちょっと薄め。はい、ストライク、小林夫婦で頑張っております。本間プロはオルタードかな。オルタードリアリティ、あー素晴らしいですね。さあ、哲也プロ3フレーム目、戻りすぎるのかなと思ったらちょうどいいぐらいですね。はい、綺麗なストライクでダボですね。シミプロはおお、ちょっと厚めに見えたんですけど素晴らしいです。ガッツポーズ出てますね。気持ちですね。そうですね、気持ちですね。今度は2つ来るか。お、来ましたね。スペアダボが3人。哲也プロ完璧ですね。はい、ナイスターキー。ナワプロは1回割っちゃったんで、惜しい。シミプロもターキー目、良さそうだったんで、あーね、はい、綺麗にスライク、ターキースペア、やっぱり勝ちに行くでしょうね、プロですから当然。さあ、哲也プロのフォース目、来るか。あ、ちょっと薄い。あー、割れちゃいましたね。3番、6番、7番。このプロはもうちょっと打ち行っちゃった。厚めの360、私のお友達の360が残りましたね。さあ、吉見プロ来たら大きい。おー、アジャストしましたね。ナイス4つ。プロもストライク来ましたね。やったプロ、哲也 P、 素晴らしいです。スーパーカバー、はい、これは素晴らしい。はい、ただですね、ハンデ15ピン皆さんに、女子プロにあるので、この後つなげないと。はい、本間プロも360軽く取りましたね。さあ、さあ、5つ目が
来るのか、しみちゃん。しみプロが。どうでしょう。ああ、ちょっと天秤飛ばなかったですね。ちょっと外行っちゃったのかな。掴んだでしょうか。掴んでますね。はい、ナープロ、ダボ。まだわからない。ここから全部来るとね、いい勝負になるんじゃないでしょうか。哲也 B はスプリットカバーしてからの、うん、ちょっと打ち行った。割れなくてよかったね。はい。男性を応援したくなってきましたね。はい、ホームプロストライク。はい、ナイス。これは西村ですね。はい、シミプロもカバー。危ない、てっちゃん危ない。ちょっと楽に取り行き過ぎたかな。あー、ナープロ、ダボのあと6本、あと4フレーム、だいぶ吉見ちゃんがちょっと有利な感じで、横にピンがあったんでリセットしましたね。ここで気持ちを落ち着かせて、投げ直し、いや、いい時期じゃないですよ。あれ、マシンドロール。さあ、ホームプロは、惜しい、新品。さあ、どう？ちょっと出すぎて戻りすぎちゃいましたね。集め。アープロ。ナイスカバー。小林プロはスペアね、スリットカバースペアからの、これは熱い、まだ戻りすぎ。はい、ナイスカバー。はい、シミプロもカバーですね。1ゲームしかないんでね、やっぱイージーしちゃいけないですよね。はい、てっちゃんもナイスカバー。あ、なるほど。あーねえ、ちょっと打ち行くとみんな集めに行っちゃってますね。難しそう。吉見プロ来ると大きい。お、後ろに来ましたよ、これ。強いです。フォースで、はい。いいペース。あ、おまさんは天秤。てっちゃんが。はい、来ました。持ってきました。はい、よしみプロが今リードしてるんですね。ワンマーク、ツーマーク、スピード。はい。いいんじゃないこれ。あー、惜しい。気持ち熱いか。気持ちの入ったボディアクション。悔しい感じがすごい現れてますね。ワンマークのナイスカバー。ドリンクってだから本当に分かんないですよね。ポケット綺麗についたって言わないといけない。ちゃんはおー、持ってきた。はい、ターキーダボ、ね、これで並んだからあと15ピン足りない。はい、ファンデーション、はい、なわさん天秤がちょっと厳しくなってきたかな、はい、ここ2人が打ってますからね。プロ。いや、これはこれ続けられると思います。どう？ああ、素晴らしい。ナイスストライク。さっきのゲームここで。はい、てっちゃん、てっちゃん、ここ来ないと思う。ないですよ。持ってくる力ありますから。これ
がないいいんじゃないですか。さあ、てっちゃんこれ欲しいよ。ああ、綺麗なストライク、はい、素晴らしいです。いやいやいや、ちょっと、まあ、さあ、ナイスカバー。てっちゃん頑張って応援しちゃう。シミプロここで来ると、ああ笑うんじゃねえって言ってますよこの勝負どころの、まあ、5番ピしょうがないですよね。ちょっとね、出前のオイルもなくなってきてるんで、かといってこうね、出し戻しができるタイプでもないので、あそこを攻めるしかないんですよね。おお、本間さん気合のダボ。これオールウェイスレッド236ってことで 251? てっちゃんが240までだから、はい、よし、とりあえず本間プロ待ちですね。これで吉見プロは220か、フォースのままか、はい、そうですね、はい、ナイスカバー。まあまあね、5番ピンですけど、天ピン残るよりマシなんで全然いいと思います、はい、ちょっとね、欲しかったんですけどね、ストライク、はい、とりあえずてっちゃんがこれストライクで240。どうだどうだ、お、244ですよね。本間プロが2つ持ってくると本間プロの勝ちです。さあ、どう、うわー、素晴らしいボディアクションね。えここっていうところにきっちり投げてますよ。もう一個来るとほぼ勝ちですよ。プロ惜しい、226で、そうですね、241、3ピン差でとりあえず暫定小林哲也プロが1位です。あとはじゃあ本間ゆかりプロ、はい、本間プロがここ持ってくると勝ちです。これもうドキドキしますよね、待ってる方は、はい、大事な一歩です。さあ、今と同じように投げれれば、あ、ちょっと打ち入ったよ、だいぶ、あ、ちょっと気にしたけど、あ、打ち入っちゃった、これちょっと緊張したんですかね。てっちゃんはほっとしたかな。はい、ということになりましたね。ワンツーフィニッシュですね、小林夫婦。ワンツーフィニッシュ、すごい、小林夫婦初期に貸してみればあるよね。3トップあー、オーマープロ惜しかったですね。ナイスカバー、ナイスカバー、はい、ナイスゲームでした。はい、というわけで決勝が終わりまして、はい、結果1位小林哲也プロ244名、はい、2位が小林吉見プロ245名、小林吉見プロ、そして3位が本間ゆかりプロ、そして、第4位がナワキプロでした。おめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。あずささんのますますのご活躍をお祈り申し上げます。